こんにちは、野村さん。今回も動画の方ありがとうございます。早速使わせていただきますんでね、10月9日本日ですか、今日の配信から3日にわたっていただいた動画はどんどんねリリースしていきますけども、最近ねすごくね嬉しいなと思うのが、まあ、今ステーキングとかあるじゃないですか。でそうでなくても体の科学そのものが堅調な推移をしてるんで、でプロジェクトも進んでるんで、まあ、非常に安心してまあホールドしていられるってことと、日本上場したんで換金をしてみたよというふうなねレポートなんですよね。もちろんビットポイントジャパンにも資金力の限界がありますから、プレセール組がバンバン換金してしまうとね、もう本当に1兆円ぐらいのお金なんてすぐになくなっちゃうみたいなところで、さすがにね一企業が1兆円なんてね持ってないと思いますんで、まあいろいろあるなと思うんですけどね。まあでもね、これ振り返ってみると、まあ何がね今思い出になってるかっていうと、プレセールにお誘いした方が何十人も私もいたんですよね、速稼塾の塾生さん中心に。まあそうすると上場するまでにものすごくね騙されただとかね、嘘だとか批判があったんですよね、私に向かって。で、大切な資金をかなり入れてしまったんで、なんとかお金を戻してもらえませんかみたいなところもあって、まあその中の何件かはね交渉して、まあ、買い戻すってことをしてあげたんですよね。その時はね良かれと思って、まあ、そこまで言うんだったらってことで。でも今はなんかね気の毒だなと思うばかりですね、こうなっちゃって。まあ未来は分からないんでね、だから不確定な未来にかけていくのが投資というものだと思いますし、まあ、当時のプレセールの最低価格10万とか20万だったと思いますけども、そもそもその時点でお金に苦しい、なんとか一発逆転したいと思う人が集まってきてるところがありましたんでね、だからその時点での10万20万もはっきり言って苦しいし、ずっと日本円に変わらないそのプレセールの体の持ってるよりも目先の現金にしたいって気持ちもわからないでもないんですけどね、まあ上場した、それから2円とか3円とか5円の時代を経て今みたいなね、まあ、300円に迫る勢いの日々を迎えて、でステーキングもある時に複雑な思いがしますね。なんかね、私のことをねあれほどまでに糾弾した方も、なんで久保さん止めてくれなかったんですかみたいなねことを考えてるかもしれませんしね、そんな声はもう届いてませんけども、まあ、でもおかげさまでここまで、安全にねホールドをされていた方ってのは今本当に繁栄と安定の時期を迎えてるのかなと思いまして、ステーキング報酬に日々胸を躍らしてるんじゃないかなと思いますよね。でやっぱりね、なんかこう私と同じような年代の方が多いんで、やっと家族に顔向けできるみたいなね、そんなメッセージも届くとやっぱりなんか涙が出るくらい嬉しいですね。ネットビジネスもダメ、ネットワークビジネスもダメ、あらゆる副業とか収入を探っていた時期があったと思うんですよ、ロスジェネ世代としてね、私たちの世代は。でたまたま唯一私の情報の中から体を持っていたということだけで全部が清算されたというね、それでまあ迂闊にそれで豪遊するんじゃなくて、まあ久保さんの言う通りに力量の範囲でやっていくってことと、これがいつ消えても大丈夫なようにやっぱり覚悟しておくってことね。まあこの2つを念頭に今リピさんからの動画もね見てるそうなんですけども、でも肝心なのは有頂天になることではなくて、油断することじゃなくて、さらに自分の頭を鍛えていくこと、リスクヘッジを固めていくこと、未来を見据えて何が起きても大丈夫なように一つ一つ備えていくことだというふうなね、まあ、いつ健康状態が悪くなって体が動かなくなるかもしれない、いつ家族が事件に巻き込まれてそこにエネルギーを奪われるかわからない、そしていつねエネルギー問題や食糧危機が起きて私たちの国にね十分な水や食料が来ることが、まあ、難しくなるか分からない、これ全てリスクエッジしないといけないというところなんですよ。ちなみにねこの前動画でもちょっと話したんですけども、日本の水道事情がかなり悪いらしいんですよ。最近も事件があったと思いますけどもね、水道橋が崩落して6万世帯に水が供給されないみたいなね、あの水道管の破壊の原因っていうのは鳥の糞だったそうなんですよ。でもあれ人事じゃなくて日本全国津々浦々50年前に埋め込まれた水道管は今ね
もう崩壊寸前で、いつああいう風になってもおかしくないそうなんですよね。で、すでに水質の悪くなっちゃったところもありますし、もうね、水道管の入れ替えっていうのがやらなきゃいけない時期なんですけども、もう人手がなくって他の事情もあって全然できてないそうなんですよ。全国で 0.06% しか水道管の補修が済んでないということなんで、本当にね、明日にでもね、私たちの住んでいる地区の断水が起きてもおかしくないんで、どれだけお金があっても水はね、お金の中から絞り出せませんから。でもお金があれば水の確保ってのができるんでね、今のうちにやっていこうかなっていうことと、ある程度ね、ちょっとことが進んだら、自分の住んでいる市区町村に掛け合って水道事業とベンチャーをしてみようかなと思うんですよ。私の会社がある程度の出資をして、市の方にね掛け合って、時には県と一緒になって水道事業をちょっと民間の方から、ね、進めていくように、人を募集したりとか作業を推進したりとかね、やっていこうかなと思うんですよ。少なくとも自分の住んでる地区だけでもそれはね、とても全域はできませんから。で、そういった民間からの行政への応援もすることっていうのかな、こういうのも、持てるものの、責任とか義務にちょっとだけね見えてきたんですよね。なんかね、よく考えるんですけど、自分だけね豊かで、自分だけ時間があってもなんか終わりなんですよ、それで。なんか共に過ごす人がね、いつも欲しいってわけじゃないですよ、いないみたいなね。なんかそんなことをね感じたり感じなかったりですかね。私は趣味がないんで別にこれを一緒にやろうみたいに思わないんですけども、趣味といえば洗車ぐらいですかね。なんかね、走らせもしない車を磨いてね、喜んでますよ。本当にバカバカしいですね。でもね、それで思ったんですよ。私今いるね、大和くんっていう子供とパパ活みたいなシリーズで動画撮ってるんですけども、本来のパパ活って若い女の子を誘って40代とか50代ぐらいのちょっとお金とか時間に余裕がある人が、自分の寂しさではないんですけどもね、違う年代とちょっと、ね、関わってみたいなみたいなところに、お金を払って雇う形で若い女の子をこう一定時間一緒にいるっていうパパ活があると思いますけども、確かにそういうねニーズはあるなと思うのは、性的関係とか恋愛に発展したいってわけじゃないんですよ。1時間だけ暇な女の子がいたらいいのになっていうね、そんな感覚になる人っていうのはいるだろうなと思うんですよ。お金とか時間に余裕があったらね、これ私がしようと思ってるわけじゃないんですよ。確かになとか思うんですよね。特に自分の素性を知らない人と一緒にいるっていうのはある意味すごくね楽なことでもあると思うんですよ。だから下手に人間関係があると忖度してしまうことも、3時間だけの約束だからそれが終わったら他人になるなと、二度と会わなくていいんだなと思ったら、なんかね複雑な感情をぶつけたりとかも受け取ってもらったりとかもできると思うんですよね。そういった意味で出張型のキャバクラなんではないかなと、パパ活はね。そんななんかね勝手な分析も今してるんですけども、なんかこのパパ活論ってなんかね考えてみたら面白いかなと思うんですよ。なんか関係ないこと言ってすみませんね。なんかね世の中のそのなんですかね、悪しき常識にちょっと切り込んでいこうかなというところもありますけども、あまり興味がないんでここだけの話になるかもしれません。とりあえずね、あれですね、明日も洗車しましょうかね。なんか寒くなってくると洗車ができないんでね。リピさんはね、洗車とかされますかね、お車お持ちでしょうか。雑談聞いていただいてありがとうございます。それではまたお会いしましょう。